皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。タロット歴24年目のモーセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。まず初めて見ていただく方、はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。私の声が少し聞きづらいかもしれません。気管支が弱いのであまり大きな声が出せません。でもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、そしていつも見ていただいている皆様、どうもありがとうございます。なんかね、当たってるとか、温かいコメントとか、とてもなんか嬉しい気持ちで読ませていただいております。本当にいつもありがとうございます。はい、そして、個人鑑定のお問い合わせ、ここなら以外でのいわゆる G メールでのお問い合わせ、もしくはインスタからの、お問い合わせもいただきありがとうございます。まず私がメールもしくはインスタを受け取りましたら、受け取ったという旨の連絡はさせていただいております。そしてもしそれが届いてないっていう方いらっしゃいましたら大変申し訳ないんですけれども、私は G メールから送っておりますので、ちょっと設定上の問題がもしかしたらあるかもしれません。その際はお手数ですが、設定の確認をしていただけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。お一人お一人心を込めて精一杯鑑定をさせていただいておりますので、もしご縁がある方、よかったらお気軽にお問い合わせください。はい、じゃあ、今日は、これもそうですね、インスタでリクエストがありました。リクエストリーディングになっています。はい、なんかちょっと見るのがドキドキするんですけれども、内容が、彼は私の体が好きなの。もしくは私の身も心も好きでいてくれてるの。こういうちょっとね、もうなんかこういうことを見ていこうと思います、今日は。はい、ちょっとね、ドキドキしますけれども。はい、選んでいただくのは3つの石から選んでください。グリーンの石か、パープルの石か。これも水晶なんです。白の水晶。こちらからお選びください。1番、2番、3番です。そして、いわゆるこれね、ルノルマンカードをそれぞれ2つとも出していくんですけれども、いわゆる体が好きっていうカードと、いやいや身も心も好きだよ、いわゆるこれがこう両方出る、もしくはこちらだけがよく出たらいいんですよね。で、逆にこちらのカードだけが出てしまった場合は、ああ彼は私の体が好きなのかっていう形になってしまうなとリーディングでは思っています。はい、じゃあそういう、まずカードをシャッフルして、展開して、それから解説をしていきたいと思います。じゃあ本日もどうぞよろしくお願いいたします。1番の方お待たせしました。カードをそれぞれシャッフルして、ちょっとね、中心のカードを1枚ずつ取りました。はい、中身見ていません。もちろん知りません。じゃあね、ちょっとまず開いていきましょう。中心のカードがね、なんだろう。あ、よかったですね。まず中心のカードはよかったです。じゃあこちらまずちょっとね、開いていきたいと思います。非常にこちらポジティブですね。こちら左側はね。はい、じゃあ。はい、じゃあこっち側どうでしょう。太陽出ましたね。手紙、案外似たような。あ、月よかった。はい、お、安心しました。はい。左側が私の体だけが好きなの。右側が私の身も心も好きなの。ということで見てみました。ですね、共通してるカードがね、どちらも出てます。で、手紙、いわゆるコミュニケーション。なんかやっぱあなたとね、話すのももちろん楽しいし、体の相性もこれね、非常に、こう、どちらもね、まずいいんじゃないかなと思うんですよね。で、あとは、そうそう、あとライダー。ライダーも両方出てますね。彼はあなたに夢中なんじゃないでしょうか。うん、そう思いますよ。あと鳥もね、出てますね。案外、そうですね。うん、なんか、共通してるカードが多いなと思ったりしました。あと星も出てる。いやいや、すごいですね。もうこれ、あなたの体だけじゃないですよ。もうあなたの、いわゆる、きっとね、体も大好きです。あなたの体もむちゃくちゃ大好きです。でも、それだけじゃなくって、あなたの、いわゆるね、変な言い方なんだけど、昼の顔、夜の顔、両方好きみたいな。もう深い深い愛情があるっていう感じで、あなたのね、性格的なね、明るいところとか、ポジティブなところとか、一緒にいて元気になれるところ、もうそれはそれですごく好きだし、また夜は夜で妖艶な、こう女性の魅力、それもね、すごく好きって出てて、ただ、あれかな、ちょっとだけあなたに、嫉妬深さっていうのがあって、そこはね、もうちょっとこう、なんていうのかな、もう全然こう、信じてよ、みたいな。彼からするともう全然そんな、他の女性のか、女の影なんてないよっていうことを、なんかね、もしかしたらこの彼は言いたいのかなって思ったりはするし、あとね、どうしてもね、ちょっとね、ここね、秘密。本と蛇のカードが出るとね、どうしてもこれはちょっとこう、複雑な恋愛とかね、婚外恋愛っていう可能性あるのかもしれないんだけど、それでもです。それでもです。もしあなたと彼が、いわゆるね、複雑な恋愛をしていたとしても、それでも彼はあなたの好きなところは体だけじゃないです。あなたの身も心もどっちも大好き。あとね、話してて楽しいんでしょうね。いわゆるベッドの中でもそうじゃない時でもね、楽しいし、なんかこうね、すごいですよね。なんか理想の人なんじゃないですから、彼からすると。それぐらいこう、あなたはとても魅力的。そういうね、カードが出て、もうなんかお相手の人、こう、心が弾んでますよね。早く会いたいんだ、みたいな。その会いたい気持ち、それがね、すごくね、出ていますよ。で、今回は、こちらがね、いわゆる、体だけが好き。こちらが身も心も好き。で、もちろん両方いいのが一番いいと思って。でももちろんこちらがいい方がもちろんいいんですよね。で、今回見させていただいたら、まず両方いい。で、なおかつこちらの方がより、ポジティブなカード。それがね、すごく出てるから、このお相手の方、あなたのこと、好きですよ。どちらも好きです。はい、だからね、とっても良かったですね。すごくいいカードが出たと思います。これがね、グリーンの1番の方です。どうぞ、あなたは彼に愛されています。どうぞ、自信を持ってくださいね。もうこれだけ愛されてたらね、きっと幸せだと思います。はい、これが1番の方です。どうぞ、自信を持ってくださいね。あなたは彼に愛されています。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。応援しております。はい、2番の方お待たせしました。シャッフルをして、1枚中心になるカードを選ばせていただきました。ね、もちろん私も知りません。じゃあまず中心になるカードを見ていきたいと思います。さて。お、手紙とキー、はい。さあ、じゃあまず、私の体だけが好きなの。なんか SM プレイとかしてるのかなって気がしますね。とかなんか。ちょっとアウトドアな感じ。おお、いやいや、身も心も大好きですよ。ああ、すごい、また太陽出たね、すごいね。はーい、ああよかった、ああよかった。うんね、やっぱりね、彼にね、体だけ好きって言われるよりもね、当たり前ですけどね、身も心も好きって思われた方がいいですよね。はーい、解説ね、させてください。うん、ちょっとカードが途切れてるね。ちょっとだけ、もうちょっと。よいしょ。はい、ごめんなさい。お待たせしました。はい、左側が、私の体だけが好きなの。右側が、私の身も心も好きなのっていうことで聞いてみました。はい。左側見るとね、確かにあなたの、いわゆる体の相性よくって、あなたの体のことも好きと出てます。それでなんかね、こうちょっといろんなプレイって言えばいいのかな。なんかこう、ね、なんかいろいろ、想像力は発揮できるけど、あんまり言葉にはちょっと言わないとこうと思います。なんかね、こう木とかね、庭とか、無知とか、なんかこうそういうカードが出てます。なのでこうなんかいろいろ彼としては、なんかこうね、あなたと楽しめてるところはね、すごくね、それはそれでね、すごく好きみたいで、とってもね、楽しいみたいなんですよ。うん、とっても楽しいと出てます。でも、だからといって、もうね、こちらの方がなんかすごくこう、こちらはね、身も心もバージョンです。ああ、もうね、終身キーカードだし、もう、花にハートに女性に太陽、もうなんていうのか、タワー。いやいや、もうあなたのこと、あなたの外見もすごい好きだと思うんですよね。きっとすごく美しい方なのかなと。彼のね、こう、好みなんだと思うんですよね。非常にこう、もう本当、綺麗、美しい、美人とかそんな感じがします。そしてね、あとね、あなたのもう心、もう温かい心、もうそれもとっても大好きで、もうね、お話で一緒にね、いろいろ何でも知ってたりとかしてね、そういうこうコミュニケーション能力、そういったのもすごく大好きだし、あなたがこう女性らしくあるところ、そこもね、とっても好きだし、もうね、こう一緒にね、いろいろなお出かけをするっていうアウトドア、そういうふうなところも楽しいし、もう楽しいし刺激あるし、もうなんといってもあなたの明るさ、天真爛漫さ、もしくはちょっとこれ天然ボケっていう感じもあるのかなって、今ちょっとメッセージが降りてきました。なんかね、そういう気がします。うん、もうね、心配いらないです。もうあなたの、もちろん体も好きです。でも、もう身も心も大好きです。もうめちゃめちゃ大好きですね。そんなこう体だけの関係とかじゃない。まあね、あなたのね、外見とかね、そういう風なところもすごく好きだし、女性らしさとかそういう風な振る舞い、いわゆる女として女性としての、なんていうのかな、なんだろう、こう女性としてこう努力しているところ、そういうところもね、このお相手は非常にあなたのことをね、魅力的で、あ、だからこう綺麗なんだろうなみたいななんかそういうこう努力をしているところもすごく好きだし、なんかこう彼からするとあなたは非常に理想の人みたいで、これからもこの関係を続けていきたいという安定、それがね、とっても出てますよ。これ先のこと考えてるって出てるから、もしあなたたちがいわゆる付き合っているお二人であれば、いわゆる次のステップになんかこれね、行きたいなと思っているような気がします。ここでね、なんか道選ぶっていうのも出てるしね、何らかのこう次のステップに、このお相手の人はあなたと一緒に進んでいきたいなっていうことを考えているのではないでしょうか。これからもどうぞ綺麗なあなたで、いてください。とってもね、彼はね、あなたのこと、身も心も外見も性格も、もうむっちゃくちゃ好きって出ましたよかったですね。どうぞ自信を持ってくださいね。彼はあなたのことをとても好きで、とても愛しています。すごいです。こんなに思われたらとっても幸せだと思います。はい、これが2番の方です。ねえ、とてもいいカードが出てよかったと思います。はい、本日も最後まで見ていただきまして、どうもありがとうございます。はい、3番の方、お待たせしました。カードをシャッフルして、その中から1枚、まず中心になるカードをそれぞれ選ばせていただきました。はい、じゃあまず、こちらが体、こちらがあなたの身も心も。っていうことで、ちょっと見てみます。せーの、えい。おー、ちょっと待って。ヤマトクロス、ちょっと待ってね。よし、カード開いていきましょう。さて、ネズミ。お、ここでもクロスが出ましたね。の男性のカード。犬ね。なんか今あえてなかったりするのかな。なんかこうね、ちょっと待ってね。カモ、こっちもカモだね。リング、犬、共通してますね。この鳥と、あ、またすごいね、太陽全部出たね。こんなにしっかりシャッフルしてるのにね、すごい。はい。3番の方。はい、お待たせしました。はい、見てみましょう。いや、非常にちょっと興味深いなと思うのが、クロス。両方出てます。十字架ですね。そして、鎌。これも両方出てます。あとは、ワンちゃん。これも両方出てます。すごいよね。で、あとは、太陽。ね、両方出てます。なんかね、ちょっとこういうシンクロにはね、すごく驚くなーっていう感じなんですけれども。はい。今回、私のここ、体だけが好きなの、それとも身も心も好きなのっていうことで見ていったんですけれども、なんかこう、最近あまりしてないのかなっていう気がちょっとこれしてきたな。山だしね。なんかあんまり最近そういう関係が今できてないのかなっていう感じで。でもお相手の男性は多分ね、あなたのこう体とかもちろんね、求めてますよね。求めてるけど、ちょっと待ってくださいね。ちょっと先こっちも見てみます。身も心も好きかって言ったらクロス。身も心も。カードをね、見ていただいて、もうわかるんですけれども、こっちの方はね、圧倒的にポジティブカードがめちゃくちゃ多いんですよね。リングにワンちゃんにコウノトリに、この鳥はプラスで取ります。そして太陽、手紙、船ですね。どっちかって言ったらもちろんあなたの身も心も好きなんだけれども、どうもちょっとこれはなんかこう会えてないとか連絡取れてないとか、なんかこう単純にね、こうあなたのことを好きですか、身も心も好きですかっていう質問に対しては、ちょっとこれがね、なんていうのかな、こうなかなかこう適した答えじゃないなと思って、なんかね、会えなくなってるのかなっていう、ちょっとこう今回のカードのなんていうのかな、見たい答えとはちょっとこう違うカードが出ています。特にね、この中心のカードっていうのは、カードをシャッフルした中から1枚こう選んでるんですよね。で、選んでるのがヤマトクロスなんですよね。で、はい、でもどちらが、私の体だけが好きなの、それとも身も心も好きなのって言ったら、こっち側。確かにあなたの身も心も好き。これだったっていう気がする。なんかこのね、過去形っていうのがね、ちょっとね、メッセージで降りてくるんですよね、なんとなく。だからどうしてもちょっとこう距離がなんかこうね、あるように見受けられる。でもね、このお相手、今でもね、あなたの距離が離れてるのかな。なかなか会えないとかそういうことなのかな。でもね、このお相手、このね、一緒にいて元気になれるんだろうな。本当にね、こう、なんかこう、唯一無二の、なんかこう、親友みたいな存在で、本当にこう、ドリカムの歌にあるように、本当にね、とってもとっても、あなたっていう人がね、なんかとっても大切で大好きな人のような気がする。なんかね、もしかしたら、ちょっとね、これ、今回のね、カードの趣向と変わるんだけど、なんかね、結婚の約束してたのかなとかね、なんかね、ちょっとそういうのもなんか今回、それをね、見ようと思って見たわけじゃないんだけど、なんかね、それがこう出てくるかなっていう感じで。非常になんだろう、なんかこう、過去形のなんかね、ものがこう、すごくこう、強く感じるんですよね。で、今ね、3番聞いていただいてる方、なんかね、ピンとこないっていう方がいたら大変申し訳ありません。ちょっとね、1番か2番の方を見ていただけたらと思います。今回ね、ちょっと私は、なんかそういうメッセージを感じてるんだけれども、もし今あなたが、この彼、このお相手に会えてなかったりっていう形になったとしても、距離があったとしても、いまだに、この彼、お相手、あなたのこと好きですよ。急にね、会えなくなったりとか、そういったことがなんかあったっぽいですよね。あったのかもしれないけれども、なんかね、連絡もね、これね、今回のね、趣向と全く違う答えになるんだけど、なんかこれね、連絡もね、これ取れるような気がするんですよね。嬉しい知らせがね、来るよっていう感じ。なんかね、それが見えてるかな。なんかね、ごめんなさい、全く趣向が変わっちゃった。でもこれあと30日ぐらいなんだよね。なんかね、こうもしかしたら今音信不通の人、ね、彼と最近なんかね会えてないし全然ねそういう風な関係にもなってないよっていう人がもしこれを見てくださっているとするのであれば、彼は今でもあなたの体だけではなく、もちろん身も心も大好きで、で、再び連絡したい、会いたいと思っている、連絡取りたいと思っている。で、その連絡がね、なんかね、今月の31日とかね、なんかね、ちょっとそのあたり、このあたりにね、とかね、来月の3日ぐらいまでには、なんかこれ動きがね、あるんじゃないかなっていうのは出てる。なんかね、趣向がね、ちょっと今回3番の方、変わってしまって申し訳ないです。でもなんか私はね、ちょっとね、そういうメッセージを今回受け取りました。で、体だけじゃないです。あなたの身も心も好きです。それは出ている。ただ、今現状に何か問題があって会えなくなっているのかなと。なんかね、そこまでちょっとこのカードは教えてくれてるのかなっていう気がしました。でもね、ちょっと太陽3連発すごいですね。驚きました。皆さんとっても愛されてると思いますよ。はい、ちょっとね、3番の方、趣向が変わってしまったんですけれども、見えたことをお伝えさせていただきました。もしピンと来なかったら申し訳ありません。ちょっと1番か2番の方も見ていただきましたら幸いです。じゃあ、本日も最後まで見ていただきましてありがとうございます。皆様の声、応援しております。失礼いたします。